朱春水像、朱春水像東京大学農学部内には、朱春水先生終焉の地と記された石踏みがある。朱春水天羅2年4月17日は、中国名の儒学者。江戸時代初期に来日。春水は豪。意味がはこれゆ。字は、露商工不よ要件に生まれる。中国では、理事生の乱により、数定17年に明朝が滅亡し、 自治政は、満州民族に駆逐され、新王朝である新朝が成立する。春水は士官はしていなかったものの低成功親子など、明朝維新がカナンを中心に明朝最高のため、活動を開始すると運動に参加し、軍資金を得るため日本やベトナムへも渡り、貿易などを行い、南米政権の老子も海や台湾によった低成功を支援し、 英略13年7月の南京攻略戦にも参加している。春水は、帝政公が、鎖国政策下の日本へ救援を求める、日本受刑士として派遣されていた。商法4年、慶安4年、女王3年、万治元年にそれぞれ長崎に立ち寄っている。南京攻略戦の敗退後、万治2年冬にまた名運動を諦め、 日本の長崎へ亡命を希望するが、通事書から在留許可の返事が遅れたことから一旦帰国する。竜宮生活を送りながら、それまで書面のみの交流であった筑後柳川藩の住者の安藤昭安に連絡を取り、春水が長崎奉行の許可を得て、長崎に落ち着いたのは万治三年から漢文元年の間で、春水は六十歳を超えていた。 春水と初めて長崎で対面した安藤昭義折は、その人物に感銘を受け、以降二人は、指定の交わりとなった。民末新書の時期には中国から日本へ、多くの文人が渡来し、大名家では彼らを招平することが行われていたが、漢文五年六月には、日立三戸藩主の徳川光国が、昇降官員の昇託書祭を派遣して、春水を招平し、同年七月には、 江戸に移住する。春水の学問は、朱子学と陽明学の中間にあるとされ、理学、進学を好まず、空論に走ることを避け、実利、実行、実用、実行を重んじた。三つ国は春水を敬愛し、水戸学へ思想的影響を与えたほか、三つ国の周辺に際しては、水戸へも赴いており、三つ国の修士事業の編纂に参加した、浅香タンパクや、 木下道順、山賀祖皇らの学者とも交友し、関石文化を伝える。83歳で死去。死後には三つ国により、遺構の編纂が行われ、昭徳五年には、春水先生文集、全28巻としてまとめられる。東京大学農学部内には、主春水先生終焉の地と記された石踏がある。春水先生文集、全28巻は、 神奈川大学図書館に所蔵されている。墓所は、水戸藩種類大の墓地である、随流山で、病朝様式の墓が建てられた。ありがとうございます。